アロマくん、エオイくんが僕の弁当取ったぐえ。これは弁当。これ。ああ。どこ弁当？俺の弁当が。なんでここら辺で人を飼って。やべえ。食ってたってことじゃないの？でも本当は胴体もあったのに胴体をエオイくんが食べちゃった。ああ。美味しかったです。笑いながら言ってる。怖い。怖い。笑いながら人食ってんのかよ、こいつ。怖いよ、こんな格好やだ。この付け、この付けグラグラするんですけど。ちょっと殴っとこう。俺じゃねえ。この付けすごい沈むんですけど。ガラ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 。あ、お前静かにしろ。誰だおめえ。おいお前ら、俺がなんかアドリブで会話しろっつったら人食いの話するんじゃないよ。おいお前席に座れこの野郎。なんで俺だけ食らうんだけど。帰れ。さあというわけで、かわいそう。お前ら授業始める。先生一人帰りました。本当だ。帰ってこい聞くわ。ちぇ、しょうがねえな。今日は授業出てやるよ。さあ、授業始めるぞ。やると思ったぞ。お席につけてめえら。雑魚どもが。何の授業だよ、今日はよ。今日は、マインクラフトにオリジナル要素を加える。それをみんなで考える授業だ。匂い。はい。無理です。匂い、僕らには無理だと思います。コーディコーマイクラをするたびに何かの匂いを用意します。それで嗅ぎながらやります。勝手にあれマイルじゃない。すごい発想力やっていくんだけども。先生はな、実はな、そういうことには全く詳しくないんだ。なんだと。知ってます。なので今日はなんとそういうことに詳しい先生をお呼びしてるんだ、お前ら。というわけでご登場ください、漆丸先生です。お、あー、急に現れた。急に現れた。やべえ。どうやってどうも皆さんこんにちは、マイクラ界のバグこと漆丸と申します。今もちょっとしたバグみたいなもんですね、使ったのは。すげえ、よろしくお願いします。先生もここに移動したから。あ、お前。もはや生徒になってしまった。最初から先生じゃなかったんじゃないかこいつ。そうだね、何も知らないから。これは頼もしい。やべえ、実現性がちょっと見えてきたなこれで。そうそう、ゼロからいきなりね99ぐらいまでいったから。いや本当に。そうだね、俺ら4人でやろうと思っても絶対無理だったもん。あとは、いやいやいや、なんとかね、1% 俺らの無茶をなんとか実現していくみたいな。まあというわけでやっていくんですけども、はい、まあやっぱりどんなオリジナル要素を追加したいかという話を、まあ基本的には漆丸さんに聞いてもらって、はい、まあどうしたもんか、できるかとか、そういうことをちょっと今回は話し合っていきたいと思います。なるほど。さっきの、まあ、香りじゃないけど。匂い、匂いは現実まで行くと。先生、匂いはいけますか？マイクラから匂いを出すことは可能なんですか？ですね、やりようによっては可能なんですけど、私は無理です。やりようによっては可能だった。やりようによっては可能だったか。100% 不可能だと思ってたけど、まあ、いろいろやるんじゃない？なんか、機材をつなげたりわかんないけど。仕込めば。なんか、データで。転送してそれでなんか匂いを発生みたいな。転送は無理だろ。まあ、ちょっとね、私の専門外ではあるんですけれどもね、サーバー側の方で外に出力することができるから、つなげればいける可能性はありますね。なるほど、外部機器とつなげて。へえ。冷凍した肉をサクッと切れるようにしたいです。あー、やっぱりね、冷凍した肉サクッといきたいですよね。解凍するのめんどくさいしね。でそうです。漆丸さん、これ大変ですよ。乗りツッコミをしてくれる。そう、ね、ありがたい。ありがたいですね。僕ら今完全虫パターンでした。うんうん、いや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 。そこは新しい冷蔵庫買って死ねって言ってるから。俺買って死んだら意味ねえだろ。買った意味がねえだろ。そうだな。うちらだからなんか好きなことといえば、今まで大体モッドとかそういうデータパックとかをやってきて好きだったのは RPG だと思うんですよ、やっぱね。そうだね。
やっぱり成長要素があると、そうだね、ちょっとテンション上がりますね。あとですね、僕らの夢があって、はい、まあ、最近いろいろコラボとかさせていただきまして、確かに僕らもなんか主催したい気持ちはあるんですよね。ああ、そうだね、やっぱお呼ばれするばかりじゃなく、たまにはおもてなしをしたい。おもてなし急に不安になってきたご安心ください。 RPG も、はい、おもてなしの精神も一応ではありますが、私専門内です。おーい、おーい、これはいけるんじゃないの。やっぱりおもてなし、おもてなし、おもてなし、最後の詩は死ぬの詩じゃないですからね。おもてなしで RPG 皆さんをおもてなし。芸者、あ、やばい、芸者、変な変な方向いたぞ。芸者、芸者でおもてなし、芸者でおもてなし何言ってんだ、京都行って死ねお、いいね、アロマいいねえ、おい、なんか追加した要素とかないのか。いや、やっぱり敵と戦うの面白いからね。え、漆間さん聞いてくださいよ。エオイはうどんが大好きなんです。なのでマイクラにうどんを追加してほしい。すいません、それもすでに私あのこっちでやっちゃったんです。うどんを作り続けないと爆発してしまうっていう世界作ったことがあってそれいつか体験したいあ、もちろんね、今でも無料で配布してますので、よければぜひぜひ。ちょっといつかやってみようよ。あ、でもそういうこともできるんですね。できますね。それは実装しといて実装するの。回復アイテムはうどんで、わかりました。あ、回復アイテムはうどん。あ、これはちょっと新しいよ。そこ別の後でよくない確かに細かすぎる。細かいことから決めてくんだよ今。うどん好きみおりにしてるじゃん。いやいや、そうだよ、ちょっともうちょっとあの革新的なところ。革新的だろ今。いや、うどんは別にもう小石ぐらいのレベルだと思うんですけど。ひでえ。まあ RPG 要素を追加して、うん、さらに敵を、まあ、倒す要素も当然追加するとして、うん、まあ職業とかね、あったら。ああ、職業ね。職業、まあ、保育士とかまあそこら辺はいいんじゃない。まあいいよ、保育士。まあいいんじゃない。戦闘職っぽくは全くないけどね、保育士。保育士 RPG。 ああ、保育士中心になっちゃった。それまたずれ始めるだろバカ子供たちをモンスターペアレントから守るタワーディフェンス。それはそれで面白そうだけど。面白そう。一作目にしては濃すぎるだろ。でもあとは、うん、その複数人でみんなでできるようななんかあるかな、うん、言うてもなんか競う要素は欲しいんじゃない。得点を競う。得点を競うね。何の得点。陣地を競う。あ、陣地を競う。陣地獲得していくみたいな。ああ、じゃあもう言っちゃえば LOL みたいな。そう。うわ、絶対分かってないじゃん。LOL 知らないでしょあんた。まあ、あんまりやってきてないからな。やってきてないっていうか。なんか、それはすごいいいんじゃない。でもそうだね。その敵倒して自分強くなって、相手の陣地攻めるみたいな感じだよね。まあ、攻めるか、相手と戦うみたいな。で、最終的に勝った人が勝利みたいな。それだ。そうだな。いいね。なんか、戦ってたら金も手に入れて、で、なんか武器屋とか防具屋とかもあるとかね。そうだね、ドロップ要素とかも追加してもいいかもしれないし、うん、そこで回復が理想的な RPG ですね。そうですね、うん、そこでやっぱり連絡キルしてったらあの空爆を要請できる。変わってきたな。それはウケるわ。これはスキルとかも入れれるんですかね。まあそれはもちろん、ね、ああ、まあ本当ですか。割とじゃあ案的には現実的ではある、あります。基本的にはできると思いますね。おお、お墨付きや。これはとんでもねえのが出来上がりそうだぞいろんな意味でも。空爆もできる。空爆もできる。うどんもある。うどんもある。空からうどんが降ってくるってどうですか。うどんが降ってきてどうなんのそれは一体何に使うのか。先生結構敵に使えばダメージで味方に使えば回復できるみたいな。そう、ね、それ召喚師的な。そうですね先生。結構ボスキャラとかも作ってましたもんね。
あ、はい、ボスキャラお手のもんですよ。あ、だもしあれだったら2人1組とかでチームで戦うとかそういうルールでもいいかもしれないね。はい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 、いいですね、うん、あと何だったらね、人数とかも不安定かもしれないんで、ルールとかもね、追加できるとかあってもいいかもですね。なるほどなるほど。ルール個人戦とかチーム戦とか。そうですね、個人戦とかチーム戦とか。個人戦とかチーム戦とか言ったね。うどん戦とかどうですか。誰よりも多くうどんを手に入れた者を勝ち取っていく。そんなうどんプッシュして大丈夫ですか今から。まあじゃあもうほぼほぼいいんじゃないですか。それでも結構いいと思う、うん、一致したね。 RPG で敵を倒す要素があり、勝ち負けを決める、戦ってんのか、はいはいはい、まあポイントかは分からないけど、陣地とか、まあ言っちゃえば LOL みたいな感じの追加要素をなんとか作っていく方向でよろしいでしょうか。じゃあ皆さん、おお、いいっす、大丈夫です、いいと思います。じゃあ先生、何とぞそんな感じでちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなかちょっと長いプロジェクトになるかもしれませんけども、よろしくお願いします。うどんはマストで。じゃあ今回はこんな感じで、はい、じゃあ未来へ向かってレッツゴーということで、全世界のみんな、バイ。先生お願いします。明日までに。明日フラッグすぎる。フラッグすぎる。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録のお願いいたします。リンクの方はこちらとか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 、あとは下の概要欄、概要欄にもですね、リンクの方貼っていると思いますので、ぜひご登録の方お願いいたします。ありがとうございます。